気をつけて。負傷者が出ているようですね。撤退が終わるまで何としても守りきりましょう。来ます、ご用心を。
守りきれたでしょうか。大勝利でございます。活流と言いたいな。二人とも助かった。おかげで物見隊を撤退させることができた。だが負傷者が多い。ナギ、手を貸してくれ。負傷者の救護を手伝ってほしい。私でございますか。まずいのか。いえ。ナギ、どうした。ナギ、大丈夫？手が震えてるわ。申し訳ありません。昔の光景が頭をよぎって。私にはできないようです。申し訳ありません、大岡様。ナギ、じゃあ私がやるわ。大丈夫、ナギは休んでて。はい。いかがされましたか。いつでもおいでください。いる。まあいい。
何の用だ。先だってはお見苦しいところをお見せしてしまいました。いけませんね、手当て一つできないようでは。昔は医師だったというのに。自分の傷は大丈夫なのですが、他人の傷となると手が震えてしまうのです。理由でございますか。昔仲の良い友人がいたのですが、私は彼女を死なせてしまいました。手術に失敗して、それ以来治療しようとすると手が震えるようになりました。もし治療に失敗してしまったら、そう思うと身がすくむのです。それが医師を辞めた理由です。つまらない話を聞かせてしまいました。私と同じ学問の徒にございます。彼女とよく語り合ったものです。天文学や医術のことを。私は東大一の天文学者になる。だからあんたは東大一の医者になりなさい。彼女の口癖です。その誓いももう果たせなくなってしまいましたが。さあ、もうお行きください。一寸の光陰軽んずべからずでございますよ。こんにちは。少しいいですか。お話ししたいことが。気をつけて。来ます。キッカ、無事か。私なら大丈夫です。くそ、またか。物見の連中は何してた。敵は空から来ました。里の直上、完全に死角です。空からだ。おい翔ちゃん、そりゃ羽根つきってことか。おそらく。
キッカ、しっかりしろ、キッカ。おい、やべえんじゃねえのか。ハツホ、キッカを頼む。わかった。キッカ殿がおらねば結界は成り立たぬ。今里は丸裸だ。わかっている。富岳、早取り、一緒に来てくれ。鬼を撃つ。承知。羽根付きは俺の獲物だ。ぶっ潰す。こんにちは。いつでもおいで。ご活躍ですね。気を引き締めていこう。用はねえんだよ。突っ込んでろ。